ございます。今日は北六甲カントリークラブにやってきました。初の関西でのゴルフとなります。なんと今回は7月の5、6、7に行われる ECC レディーストーナメント、なんと私も本戦取材に行くことになりました。でですね、まあ、コースを知らないとその取材してもわけわかんないってなりそうなんで、今日ラウンドします。頑張りたいと思います。おはようございます。今日のメンバーを紹介します。 ECC の増田さんです。よろしくお願いします。北六甲のキャディーをしている小田かな子さんです。はい、よろしくお願いします。増田さんはゴルフ歴はどれぐらいですか？ゴルフ歴は8年ぐらいです。お、8年。はい。ありがとうございます。ベストスコアは1年ぐらいですか？90ぐらいです。90ぐらい。でももう5年ぐらい前のことです。頑張ります今日は。はい。一番得意なクラブはちなみに何ですか？アプローチです。はい。じゃあもうあっちこっち行ってもアプローチでシュッと寄せてね。そうですね、そこで縮めたいと思います。頑張ります、はい。キャディーの小田さんなんですが、はい、ゴルフ場に勤められてもうどれぐらいなんですか？北六甲に来てからは4年目ぐらいですね。はい、じゃあもう知り尽くしてますね。そうですね、ある程度は。年間何日間ぐらいキャディーってされるんですか？そうですね、30日の間で平均すると20日とかぐらいですかね。20日かける12ヶ月は10ヶ月で200回でしょ。240回でしょ。4年間だからもうすごい1000回になりますけど、そのぐらいの勢いをこのコースで回られてるんです。今日キャディーさんに私はいろいろ教えてもらいながら、あの実は日本戦のレポーターもあるんで、あ、そうですよね。もう、はい、一緒に、そうですね、やっていただけたらなと思います。よろしくお願いします。はい、今日はこのメンバーで楽しくラウンドします。お願いします。お願いします。東コースですね。はい、こっちはね。そうです、東コース。まあ、トーナメントも行われる方のコースですね。女子プロと同じ T。 そうです、今日はトーナメント T で。そうですね、とにかくミスがねあんま許されないんで一回ミスるとダボか取りなんで、頑張ってボギーペースで回りたいと思います。お願いします。マネージメントするならどういう感じでいったらいいですか？そうですね、ちょっと右ドッグレッグしてるので、最初はとりあえずあのテッドを出していただいて、はい、あのテッド狙いですね。狙いです、はい。じゃ右の方がいいってことですね。いやいや、ちょっと右目、左がちょっと OB になってしまうので。左 OB、 左 OB で、右はセーフなので。了解です。はい、誰もいないと思いましょう。そうですよね、そうですよね。お、いいよ、どうだ、大丈夫かな。離れ、離れ、大丈夫、止まってると思います。はい、はい、急ぎに。いやー、なんか都内よりもちょっと涼しいかもしれない。なんとなくこのティーショット打って、よく試合とかでもこの歩き方をね大事にしてますね。プロも試合のルーティーンでこう歩き方をねすごい大事にするらしいですよ。また下向いちゃう、ね、癖ですねこれ。でも分かりません、このなんかゴルフの時の歩く時に下向く気持ち。じゃ次のショットいきたいと思います。とにかく鉄塔ですね。鉄塔狙いで。どこがダメって思うとね狭く見えるんで、鉄塔だけを行きたいと思います。ちょっと
左だけど大丈夫、大丈夫だと思います。バンカー方向。松田さんは、はい、普段どういう仕事されてるんですか？あ、今は企業さんとか大学さんに講師の先生が出向いて、そこで ECC のレッスンを提供させていただいてるんですけども、私はそれ の, 営業のお仕事をさせていただいています。じゃあもう本当いろんなところを回って、はい、こういう講師さんがいるんでどうですかみたいな。あ、そうです、はい、企業様とか大学様を担当いくつか持たせていただいて、そこに訪問をしていろいろな講座の提供をさせていただいています。いい感じの声の出し方ですね。あ、本当ですね。なんかすごいこういただいてます。あ、私がやりたいやつ。本当は踏み手前すぎたかも。木の手前のとこ大丈夫、なんとか大丈夫。なんかこう広くていいですね。奥行きすぎたら多分奥ちょっと傾斜奥に転がっちゃうんで、やっぱ手前の方が。ただもう向こうからだと下りになりますね。ここは保険をかけて58で手前から行きます。ゴルフは前から。よし、キャディさんナイスです。やっぱ手前からでしたね。すごいですね、ぴったりです。ありがとうございます。はい、ありがとうございます。ありがとうございます。ありがとうございます。2番ホール、2番ホールなんですけど、ちょっと右ドッグレッグしてるので、右ドッグね、はい、はい、ちょっと前が見にくいんですけど、最短を行くんでしたらやっぱり右の傾斜の方が狙い目ですね。じゃあ木よりちょっと内側の、そうですね、まあ、真ん中狙いぐらいから、はい、斜面の中腹とかその辺り狙われるとやっぱ一番いいかもしれないですね。完璧だね。完璧完璧完璧だね。キャディさん最高です。バッチリバッチリバッチリや。松田さんはディスティから回ってます。おー、ナイスショー。もうすっかり力抜けましたね。ナイス、いいとこでしょ。ありがとうございます。ここはこう右ドッグにねすごいなってて、歩けば歩くほどわかるんですが、かなり打ち下ろしてると思われますね。いや、かなり右はやっぱ浅かったですね。この中腹狙ってギリですね。ちょっと吹けたらやっぱ OB 入っちゃうんで。お前ナイス、ナイショー。ありがとうございます。いいとこですよ。ありがとうございます。つま先下がりがね、ボールは頭打ちやすい。右足寄りに置きます。わー、やっぱり効くよね。難しい。まあまあまあ、まあ、難しいね、やっぱ下に下に振る。うまい。はい、
ま、フックしてスライスなんでまっすぐ打ってきた方が下り上って下ってフックスライスの上って下ってそうですこういうの大事、うん、入ってナイス素晴らしいナイスナイス LPGA ステップアップツアー ECC レディースゴルフトーナメントが7月5日から開催されます。私、さゆさこころも本戦取材に行っちゃいます。詳細や当日券は概要欄のリンクにあるのでそちらを参考にしてもらえたら嬉しいです。現地に、ね、来られない方もトーナメントの模様がなんと生放送されちゃいます。なんでぜひ ECC の YouTube チャンネルでご覧ください。みんなで一緒にトーナメントを盛り上げましょう。バイバーイ。